今回はこちらの ZC33 1.4 リッターターボのお車でレカロシート装着時にお願いをして、お試し走行をお願いしてみました。 ZC ターボの ZC33 ですかね。はい、シフトスポーツにレカロエルゴメド MV 装着後の試運転でございます。あそこ一旦停止です、はい、静かに直進でお願いします。車来てないかな、大丈夫かな。はい、でね、今こうやって走ってますよね、はい、こう静かに動いてますよね、はい、路面からの付き合いが少し角を取れてると思うんですよ。なんか スムーズにまっすぐ走ってるような気がして、路面からのやっぱり反応が弱くなってんだね、はい、あそこ一旦停止で右折でお願いします。ちょっとファンのボリューム下げようか。はい、それかな。はい、じゃああそこ一旦停止させてです、はい、じゃあ先に進んでください、はい、どうぞ。 OK です。はい、どうぞ。じゃあここでハンドル振っちゃってください、はい、どうぞ。ぐるぐるっと。はい、 OK です。今青です。はい、まっすぐ突っ切っちゃいます。はい、リボン、はい、どうぞ。アクセル入れて入れてください。やっぱりね、突き上げの、そうですね、いやもうこれ全然違うような気がするんですよ。えらいマイルドですね。すっごいマイルドじゃないですか。です、ね、これすごいわ。これ全然違いますね。おじゃあ、あの突き当たりも左折になります。はい、面白いでしょ、ね、今自転車が来た方がいいね、はいはい、こんなに変わるんですよ。でこれアクセル踏んで登ってってください。ずっとマンホール踏みながらどん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 普通に走っちゃっていいですよ。いや多分すごいと思う。ほら、なんかえらい滑らかですね。ですよね、滑らかですよね。いや今のところなんかもうすごい滑らかだと思う。そうですね、もうちょっと硬かったイメージが。そうですよね。この音とか覚えておくといいよ。じゃあ後で外すテストやってみましょうか、はい、せっかくだからね、外したらどうなったかっていうのね。じゃあ静かに減速。 OK、 いいな、今日は。はい、じゃあまっすぐ行っちゃってください。これでね、はい、そこの右乗ってください。とにかく足元が楽なんじゃないですかね。そうですね。だからアクセルの微調整がやりやすくなったのと、はい、静かに走りやすくなってますよね。そうですね。足元狭いと、はい、ついついあの、はい、アクセル踏んじゃうんだよね。はい、普通に行っちゃってください。いや、聞いてる聞いてる。聞いてる聞いてる。シフトが滑らかになってるですよね。シフトも静かで繋がりが綺麗ですよね。じゃあそこで一旦停止で右折でお願いします。ちょっと狭くなってると思うけどね、はい、そしたら左側にバス停があるんですよ、はいはい、バス停のちょっと先に車止めてもらって、はい、さっきのラジエーターの外しますから、はい、もうちょい先でお願いします。もうちょい先がいいです。もうちょい先でお願いします。はい、じゃあちょっとボンネットリリースしてもらえますか。では今来た道に U ターンで行きたいと思います。今回は端末の
容量不足となりましたので、この辺で終了となりましたが、1往復のみでも、十分に体感をされたということで、お客様のインプレッションをお伺いすることができました。